障害のあるトップアスリートが出場する世界最高峰の大会、パラリンピック。今年パリで行われるその舞台へ初出場をつかみ取ったパラスイマーが茅ヶ崎市にいます。両腕がない体で日本記録を4つ塗り替えるなど、急成長を続ける19歳の選手を取材しました。都内にある東洋大学総合スポーツセンター。プールで軽快に泳ぐのは、茅ヶ崎市出身で東洋大学2年生の田中英吾選手、19歳。生まれつき両腕がないパラスイマーです。先月、パリパラリンピックの選考会も兼ねて行われた日本パラ水泳春季チャレンジレース。田中選手は運動機能障害で10あるクラスのうち5番目に障害が重い S5 クラスで出場。背泳ぎでパリパラリンピックの派遣基準タイムを上回り、初めて日本代表の座をつかみました。タイムがあんまり良くなかったっていうのもあって、正直まだ実感もあんまり湧いてないんですけど、でもやっぱりその名前を見たときはすごい嬉しかったです。大会初日に行われた得意種目のバタフライでは、緊張からかタイムが伸びず、失意の中迎えた2日目の背泳ぎでは、サポートしてくれる仲間たちに背中を押してもらいました。で、正直余裕で切れるだろうなっていう思っていたタイムが切れなくてやばいなっていうふうに思っていたんですけど、もうあとは出すだけなんだから変に気負わずにもうやるだけやってみろっていうふうに言っていただいて、ちゃんと最低目標のタイムは出たのでよかったかなっていうふうに思います。田中選手は幼少期からサッカーやスキー、サーフィンなどさまざまなスポーツを経験しました。本格的にパラ水泳を始めたのは、中学生の時にテレビで目にした2016年のリオパラリンピック。世界の舞台で同じ障害があるスイマーたちが躍動している姿に心を打たれました。中村智太郎選手っていう方の泳ぎを見て、自分もパラ水泳を始めてみたいっていうふうに思いました。自分もここに出たいなっていうふうに思って始めたので、やっぱりずっと出たいなっていうふうには感じてました。東京パラリンピックを目指すも出場には至らず、そこから3年間、この悔しさをバネに練習に打ち込む中で支えとなったのが、ある人の存在でした。市民プールに一人で行って泳いでたりしたんですけど、チームに入るきっかけがあったので、そこで入るようになって少しずつ伸び始めて、で今のコーチと出会って、そのおかげで伸びてきたんじゃないかなっていうふうに思っています。日本パラ水泳連盟岸本太一専任コーチ。4つの日本記録を持つまでに成長した田中選手を、水泳だけでなく精神的な部分も含めてサポートしています。やっぱり両腕がない選手ということで、なかなか日本でそうした選手が活躍してきた数も多くないので、彼がこう大会に出て泳いでる姿はやっぱり目に留まりますし、でその中でこう競技力も徐々にこう速くなってる、レベルが上がってきてるっていうのも知っていたので、でその選手をやっぱこう次のレベルに上げていきたいなっていう、そういう気持ちで今やってますね。この日はバタフライとパリ大会の内定を決めた背泳ぎを練習。ウォーミングアップから岸本コーチの指導にも熱が入ります。まだ足先が水面よりも下10センチぐらいにあるから、足先が水面までこう上がるように。はい、田中選手の持ち味は自他ともに認めるそのスピード。ドルフィンキックで短い距離を一気に泳ぐ練習など、脚力を磨くトレーニングを中心に汗を流します。メインになる種目が 50m なんですけど、その 50m でこう力を出すためのスピードですよね。そういったところはかなり突出しているというか、他の選手に比べると速く動かすということはできる選手ですね。
一方で世界レベルの選手たちと戦うための課題も見えてきました。体の硬い部分、まあ、足首が硬いとか、そうですね、柔軟性がまだまだ出てきてないので、そういったところを、まあ、陸上トレーニングであったりとか日常のストレッチ、そういったところで今課題を、まあ、改善できるように、はい、取り組んでいます。パラリンピック出場を決め一躍注目を浴びた田中選手。先月21日には地元茅ヶ崎のビーチで市が発行する広報誌の取材を受けるなど期待の大きさがうかがえます。茅ヶ崎市の市民の方にも、まあ、これからパラリンピックで彼の活躍を街ぐるみで応援して、行ってほしい、英国にこうちょっと期待するのはこれから この子どもに、勇気をこうとかそういうのを与えていただきたいなというふうに思ってます。夢の舞台まで残り5ヶ月、急成長を遂げる田中選手とそれを支える岸本コーチ、初めて出場するパリパラリンピックでの目標は。彼が出場する S5 クラスっていうのは両腕がない選手もいれば両腕がある選手もいます。その順位を何番になれるかっていうのは、それは泳いでみないとわからないんですが、やっぱり大事なのは100分の1秒でも過去よりも早く泳ぐっていうことを目標に、まずは自己ベストを更新して、まあ、世界に、チャレンジしてほしいなという気持ちでいます。パリでの目標は、まあ、とりあえず初めてのパラリンピックなので、まずは楽しむっていうことを最前提において、でその上で、ちゃんと自分の泳ぎをしてベストを全種目で出せるように頑張りたいと思ってます。瞳の奥に秘めた大きな目標に向かって田中選手は泳ぎ続けていきます。いや、ものすごい身体能力ですよね。そうですよね。そして自分自身を受け入れて向き合ってひたむきに取り組む姿、我々も見習わなければいけませんね。はい、また田中選手のパリパラリンピックでの姿を見てスイマーを目指す子どもたちも出てきそうですよね。そうですね、うん、田中選手は現在都内にあるナショナルトレーニングセンターでライバルやメダリストとともに練習をしていますが、たくさんの刺激を受けて水泳に対する意識も変わってきたと岸本コーチは話していました。パリでのベストタイム更新、期待して応援しています。